最後ちょっと撮影するね。10秒待って。オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成7年式アルトワークス、グレードは R です。走行11万キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、こちらグレードがワークス R です。アルトワークスのですね、最上グレードですね。ただ最上グレードといっても、走りに徹した、装備、例えばクロスミッションとかなので、逆に装備自体ですね、例えば内装のシートの状態とかシートの、まあ、材質とかですね、そういったのが、むしろ RSZ よりは悪いと言ったら悪いんですけど、ちょっと劣っております。ただこちらの車両、内装の、ご説明の時とかにもございますが、そういったとこがかなり改良されている車両になりますので、ちょっとゆっくりとご覧になってください。で、まず外装の状態とかなんですけど、こちらの車両入庫したばかりで、クリーニング前です。ですのでクリーニング後もう一度、動画の方は撮り直して、アップさせていただきます。ですので、今よりかなり綺麗になるということは間違いないです。ただ現状での状態をまず見ていきましょう。まずですね、その前にホイールはですね、ちょっと割り切った感が出てますけど、よく言われる鉄チンホイールですね。もう要するに、好みのホイールに変えてくださいということです。はい。でまずボンネットの状態ですね。ツヤ感もまだ全然ありますし、特に大きく目立つ傷へこみなどもないです。でバンパーの方もですね、傷もほとんどないですね。小さな飛び石傷などはございますが、かなり綺麗な状態ですね。そして、右側面ですね。右側面もですね、特にないですね。大きく触れるような傷などはですね、多少のへこみとかあるんでしょうけど、ほとんどわからない状態ですね。この辺りとかにうっすらへこみがあるように見えますね。はい。そしてリア周りですね。はい、こちらの方もですね、特に、目立つような傷はないですね。この辺りですね、この辺りに、タッチペンされた傷がございます。それと、この辺りですかね。はい。で、ルーフの方ですね。はい、特に何もないですね。で、左側面ですね。この辺りに2箇所ぐらいタッチペンされた跡がございますね。そしてこの辺りですかね、ちょっと本当にもうわからない程度ですけど、薄くへこんでいるようには見えます。多分もう画面では映らないぐらいのレベルですね。はい、ご覧の通りですね、かなり綺麗な車両です。で、ワークス R はですね、今まで、何度も、入庫しようと思ってですね、買おうと挑戦したんですけど、基本的にですね、腐食など状態がかなり、悪い車両ばかりでですね、今まで入庫できなかったんですけど、こちらの車両、後で下回りのご説明でもありますけど、かなり状態良好となっておりますので、お楽しみにお待ちください。では外装以上です。はい、続きまして内装のご説明です。まずこちら外装のご説明の時にもありましたが、クリーニング前でございます。
ですので、逆に入庫時の時の状態が分かってちょうどいいかもしれませんので、もちろんこちら内装クリーニング後は、動画は撮り直します。はい、でこういって、ターボタイマーとかですね、こういったのは取り外す予定ではあります。はい、そして各部の状態などを見ていきましょう。まずですね、こちらワークス R はですね、手動の、ウィンドウとなりますけど、パワーウィンドウですね。で内装の方もこれ完全に RSZ の用のものになりますね。まあ、パワーウィンドウはついてた方がいいので、かなり嬉しい装備だと思います。そして、合わせてですね、シートの方も、本来ワークス R はバンタイプのものになりますが、こちらは RSZ 用ですね。状態の方も、補修跡はございますが大きく破れてたりとかはございません。もちろん後部座席も、揃って RSZ 用ですね。そして、天張りですね。天張りはこちらの、まあ、ご覧の通りですね、バンと同じものになるんですが、数箇所ですね、ちょっとした切れがございます。ただそんなに大きいものではないですね。はい、内装以上となります。はい、続きまして、エンジンルームのご説明です。まず車外部品の方からのご説明ですね。ブリッツ製の、ブローオフバルブ、それと、プラグコードですね。それとスズキスポーツ製の、ストラットタワーバーですね。で、下回りのご説明の時にももう一度ご説明しますが、スズキスポーツ製のショックですね、ちょっと映らないですけど、はい、前4段の分ですね。で、こちらの車両ちょっと冒頭でも触れましたが、まだクリーニング前になっております。もう一度、こちらの動画撮り直す予定ですが、各部のサビの状態とかですね見ていきましょう。ちょうどご説明にもいいかもしれません。入庫時の状態ですね、これが。はい、ご覧の通りですね、実は汚れ自体もですねほとんどなくですね、かなり綺麗にされてた車両ですね。もちろん大きく目立つようなサビなどはございません。はい、はい、エンジンルーム以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まず、ですね、ご覧の通りですね、全体的にシャーシブラックが、吹かれていますね。こちらは深いサビの上からではなく、後で細かく説明していきますけど、その時見ていきましょう。でまずワークス R の特徴はですね、4駆です。4駆しか設定がありません。はい、そしてまずフロントから見ていきましょうね。まず足回りは、純正形状になりますけど、スズキスポーツの、ショックとサスペンションですね。で、細かいサビの状態なんですけど、ご覧の通りですね、冒頭でも触れましたけど、シャーシブラックは吹かれてますが、深いサビの上からではないです。完全な防サビですね。はい、そしてフロアの状態ですね。とその前に、よく錆びたりする部分ちょっと拡大してみましょう。この辺りとかこの辺りですね。ご覧のようにですね、特に深い錆ではないです。で、シャーシブラックが、防錆のために吹かれているので、これからも安心と言いましょうか。まあ、この手法はよく僕がおすすめしている手法でもあります。カプチーノとかでも、よく施されています。はい、続いてリア周りですね。
ティアも、スズキスポーツの足回りですね。で、四駆の、リアのデフですね。でリアフロアの方も、ご覧の通りですね。冒頭でも、触れましたけど、ワークス R は基本もう今まで見てきた車両はほとんどが錆不織だらけのお車だったんですけど、今回のこちらの車両かなり、状態良好となっております。